先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したの。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと仰せですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへや？探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。
次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守りてぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。
坂へ。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です？弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。誰が相手だ？公民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位。ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼす。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中に武士は自制を持たねばなら。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。
蛇の住処もあと一つ。来い。トモエはいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとは。したぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわ。度胸だけは。天賦の才か。殺しの才。気づくのが遅すぎたかな。尋常に勝負。何をだ。ああ、言づてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者の。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。
巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。どうしよう。ああああああ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない。武士の誇りまで傷つけておる。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。まるで痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの出来だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。
ひとまずは。爪長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。お手伝いできることは？誰か見たやもしれぬな。腕先で突き刺したもんだから目から墨が垂れてる。どうやって死ぬ？お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め。罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し裏切り者を始末しよう。島に攻めてくる前、猛虎は内輪揉めをしてたって言った。唐組だけでは飽き足らず、身内同士で戦わせてたって。ハーンは自分の兄弟と後目争いを。武士を知らぬか、弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。走れ、ソラ。石川先生が危ない。ちょっと待って、おかえり。どうしよう。
かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される、うん、先を急ぐぞ。さらさ、どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのです。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広典、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。
どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。うん、煩わしいだけだ。門をつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。猛虎流の剣術、雪中だ、日本式とのな。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。木でも見事だったぞ。思いがおらぬ。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。フミだ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。
だが二度とわしを侮るでないぞ。前ほどの馬はいない。よし、ソラ。かけろ、ソラ。巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。好きなもん持ってけ。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられるの？北へ行けば真相がわかるか。そうかい。先生。
ようやく現れたか。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。辛労のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱る後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策。まだ定かではない。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。父の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。よし。急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことを子孫じると言いますぞ。何故一人。助けてやらねば。助けて。動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。崖だ。出せ。
巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな、野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも雅子殿にもな、年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもお主も武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。酒井様で。つまり野営を見つけたのは乱か？さようでございます。酒井。石川先生、これも巴の仕業ですか？猛虎と暴れ回っておるわ。乱という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を？森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か？はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか？巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ？あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった？ここから南西の森、西側の浜と川の間です。
ともえめ、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど皆まで言わずともよい。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのである。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたび、ハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。猛虎に対して弓を引くのであれば乗じるべき。気を許せばお主の背中に矢が打ち込まれるぞ。巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。指で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。ぬくろが的にされております。まこと巴らしい。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。先生、あれを。
巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。陣だね、石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中面はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。酒井、どうだった。私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか。飛び降りたのです、崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ、お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いいえ、聞いてなど。そうか、ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。巴は諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな、腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな。巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神屋形におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。
ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。そんな気がするよな、俺たちの味方だし。あ、きっと生まれはいつもどっかだと思う。あんなに戦える客車か。これは何だ。猛虎の小勢、皆殺しだ。犯人は丸焼けだ。冷やを使ったな。背負いられておる。今日疲れたのか。これは日本の矢、叔父上の陛下。犯人は島の者だ、おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に？飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、火急のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と。松と申します。
先生から何か聞いたのか。いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られてどのようなご気分。重い席が伴う。密かにお楽しみでは。俺が化け物ならばな。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。体、仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは。父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村、まさかあなたが噂のクロード。でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ。猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか。勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。あ、獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ。あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは。たやすくはないが、自ら決めた道だ。迷いや悔いはありますか。無論だ。だが猛虎を撃つためならば受け入れよう。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。ああ、よかった。獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる。本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする。京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちがとめどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。
ひどく吹雪いてきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと。気にするな、急げ。始末する。下がれ。フェンドマン、ヤゴアルサンフンリッタルムンバイスターズだ。ヤゴタルムンバイスターズだ。パラコイバイテンクイヘルテンバガヨ。噂したがるはずですね。家はどこだ。この近く。さあ。ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く、私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵をすべて倒すなど無理だ。つまり助立ちがいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょう。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首を跳ねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。
酒井。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。よいか。一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北。捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮鼠は猫を噛むと言います。窮鼠など恐るるに足らん。あやつにできることは二つ。呪力を仰ぐか、牙を剥くか。巴を知った今どう思う？騎兵を一掃できるならば試す価値はあり。己の命を落とすな。上学では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ話を聞き、企てが誠なら手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか？巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけは？あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに目を隠す。お主は。石川先生、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。相も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。騎兵が攻めてくるそうだな。時と場所は？ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える？藩への仕返し、私が騎兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします？しまった、もう米つけていたか。巴、待て。どうしよう。Go!
罠を張るでない。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ、このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギダニを救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した。拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら、猛虎に気に入られたら、生き延びたこと謝らないの。猛虎の番手、私がやる。近道は分かるか。我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を。お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに、野営を増やすつもりでした。手下に感謝せねばな。串につく頃には急兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぜ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっちへかがんで。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか。いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め、俺が見張ろう。日が沈んだ、行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょう。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人。夜か、身を隠せ。
Hand ya gat tomod ich geworfen nicht mit der Krühe. Dagoro, not there. Was sudden in the sonor serem steba. Isamuna yo, Sakai. Sensei, yo que neratte. Ichi, issatsu. Sensei, taka otoshi no waza de 2 人 shitomemashita ne. Mite ta ka. Omae wa kamae o kaeta na. Migi ude o sageta koto de ya o hanatsu toki ni. よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば騎兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る？私が先陣を、後ろは任せます。チンハルボ、休んで。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火や一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。まずまずの出来だ。巴はどこです？知らん。怪我でもしたか？巴！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか。そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え。復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。
では、お麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため、船が欲しいのだ。そこもと！どうされました？女が通らなかったか。一人、浜の方へ行きましたが。急ぐぞ！思えめ、たばかりおったか。ですが、ウムギダニを救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけだ。常に先を越されますね。だが、まだあやつを止められるぞ。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも、あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都に着けるかもしれません。ああ、巴なら着けるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。あまり干渉にふけるでない。